皆様こんばんは今日は2020年9月27日日曜日ですこの動画のテーマはアメリカが中国の最大チップ半導体メーカーを制裁するようになりましたこれについてお話をしてからですね中国では昔大躍進がありました 中共は全ての資源をかけて国力を一つの領域だけに集中して鉄を製造していました。でも当然ですが失敗でした。最後は数千万人が餓死となりました。今回は昔と同じです。中共は全ての力を半導体に入れました。SMIC という会社ですがこの会社は 台湾の方が中国で設立して成長しました。 後で言いますこの企業を制裁っていうのは、ファービーと同じです。この SMIC という企業は、中国で半導体の最大な企業です。最近ですが、噂があります。アメリカの安全局が、アメリカの FSMIC と取引している企業に通知を出しています。今後は SMIC への輸出はできなくなりますよと。 いう事前の、えー、通知です。つまりアメリカの政府は事前に自分の企業に声をかけています。今後この SMIC を制裁にするよという意味ですね。自分の企業が事前に準備して SMIC 以外の顧客を作ることです。この通知は9月25日に出されています。先週の金曜日でしたが。 アメリカの政府の説明では SMIC と SMIC の関連する企業に提供したものは最終的に軍事用とされる可能性があると言いました SMIC の中国の国内にある全ての子会社を対象にしていますイタリアにある子会社も入っていますつまり SMIC はこれからホアウワイのように制裁を受けることになります。ただ、ハワイと同じように、すぐには制裁を受けるではなく、少しの期間が必要です。アメリカの企業にショックを受けないようにしています。 皆様はご存知のように、チップは現代、今の時代で電子製品の心臓です。今の時代ですべての電子製品はチップが使われています。LED 電球も使われています。でも、レベルの低いチップです。これからの時代では電化製品を高性能のチップを 入れていく方向ですべてのものをネットにつなぐっていう意味です。今でもたくさんのチップを使われていますが、中国は去年、チップの輸入は3000億ドルでした。中国はチップの輸入は石油に食料を足してもチップに負けます。チップの輸入量は一番多いです。去年、 中国のチップの自給自足は必要分の29%でした。30%以下です。これで中国は自分のチップの産業を発展させて輸入の量を減らしたいですね。これは外貨の角度から中国はできるだけ外国の輸入品を減らしたいんですね。もう一つあるのは中国はいろんな産業がこれから レベルを上げないといけないんです。産業がレベルアップすると高性能のチップが欠かせないんです。例えば、Huawei です。アメリカが制裁すると、Huawei のスマホ事業はストップになります。アメリカは Huawei に対して制裁をしているのは、 チップだけです。世界の企業に Huawei にチップの提供をしてはいけないと言います SMIC は高性能のチップを製造っていうのはできないんです中性能レベルっていうのは真ん中ぐらいの、えー、レベルのチップの製造は可能ですがでもこの企業は中国ではナンバーワンです株式市場から融資して生産の能力を上げました 今年から来年にかけて100億ドルの投資をすると発表されていました。でももう無理です。この100億ドルが投資しましたがもう遅いです。この100億の大半はアメリカ企業に払いました。9月5日にロータス社が報道しました。SMIC 社は制裁を受けるかもしれないと。 人民解放軍との付き合いがある恐れがあると報道されていましたが、実はこれは秘密ではないんです。SMIC は人民解放軍に製品を提供しています。これは公開されています。中国の国内でみんなしています。でも SMIC は今、 認めないです。中国軍との関係はないと言います。しかし、残念ながら、以前のニュースの報道では SMIC を宣伝していました。軍に製品を提供しましたとばれました。SMIC は今回、ファイのようにアメリカの規制裁を受けると。 影響が大きいですなぜなら SMIC っていうのは中国で唯一半導体の領域で突破できる企業と期待されていました。1規模は大きいです。2高性能のチップは生産できないですがでも中国の国内においてはナンバーワンです。3会社を設立したのは台湾の方でした。 台湾のエンジニアが SMIC にいます。管理職も台湾の企業のままです。この企業は中国の国内で半導体の代表とされています。アメリカのこの動きから見えたのは1、中共の希望を崩壊させることです。もしアメリカから制裁を受けると、 SMIC の生産する能力、力はこのままです。これからレベルをアップになるというのは不可能です。今のままで現状維持できるかできないかです。高性能のチップは無理ですが iPhone の 6S のチップを製造できるレベルです。ただ、制裁を受けると、原材料も提供してくれないと、このチップですら製造できないんです。2、他の半導体企業との距離がどんどん離れていきます。つまり、他の企業は前に進みます。SMIC だけは現状維持です。 もしアメリカがこの企業を制裁して締めていく、つまり、ハワイのように最後は首を締めると、この企業の運営が問題でてきます。SMIC には技術、原材料、設備があります。これは大事ですが、しかし、もっと大事なのは人材です。中国の半導体産業の人材がいないんです。いても、 大事にしてくれないんです。この企業は Huawei とは違います。Huawei は IT のエンジニアです。この SMIC は半導体の企業です。製造業です。おととし SMIC は20%を超えた離職率です。台湾の企業はだいたい5%ぐらいです。去年 SMIC の離職率は17-18%でした。少し良くなりましたが、でも人材は来て離れるという率は高いです。半導体のエンジニアを育成の期間は長いです。人材は少ないです。この業界では今半導体の人材が足りないんです。なぜなら今この半導体という業界は 厚くなっています。たくさんの投資を受けていますので、中共、衆総書記は9.5億元を出して半導体に投資しますと約150兆円の希望です。衆総書記は半導体企業に補助金を出すように指示をしました。この情報を受けて中国では一瞬で 五千社の企業が出てきました。どんな企業でも半導体業界に入るとなりました。我々は半導体の大躍進だと言います。たくさんの企業が反参入するとなります。まずやるのは設備の購入です。次は人材を入れることですね。半導体の人材の募集は多いです。このことで SMIC は原材料、設備、技術以外に人材っていうのはいなくなる可能性があります。この企業はアメリカの制裁を受けるとトップの部署のチームは解散となりそうです。これで SMIC の運営ができなくなる可能性があります。もし半導体に問題があるとどうなるでしょうか、Huawei、はチップ チップだけではないんです。フォアビの社長は言いました。我々は自分でチップの設計をしました。しかし製造はしないんです。もし製造もやっていればよかったのにと言いました。 実は違います。チップの設計とチップの製造は2つの業界です。世界が違います。チップの製造のサプライチェーンはとても長いです。とても深いです。Huawei はチップの製造をしないではなくできないんです。自分で作ろうとしてもできないんです。 でも今回アメリカが SMIC に制裁をするのは中国の半導体業界を潰す勢いです。なぜなら SMIC はたくさんのお金を出してアメリカの企業と取引しようとしました。それでもアメリカ政府は無視しました。なら中国の ビッグデータもダメになります。監視するシステムもダメになります。ビッグデータの分析、AI、クラウドストレージ、5G など全て崩壊です。もちろんですが、今、 これから半導体の企業は政府の補助金があってこれから半導体産業に参入しようとしますが参入してアメリカに制裁されてしまうではないでしょうか。なぜなら アメリカは IT、ネット、先進の技術で中共との縁を切ると言っています。もしこの縁を切ることを進めていくと、この半導体産業に参入してきた企業は制裁を受けるのは時間の問題です。ハワイは制裁を受けて1年後、正式に実行されました。まるまる1年ですが、なぜならアメリカ政府は アメリカの企業に期間を与えています。1年間で準備するようにしました。SMIC はどうなるかは気になります。Huawei は遠藤ユーザーに製品を提供するメーカーです。チップは内緒で汚い方法で手に入れていました。でも SMIC というのはできないんです。チップを製造する企業です。 9月16日にロータス社が報道されましたが、アメリカの半導体産業の協会があります。セミーと言います。セミーはアメリカ商務長官ロースに手紙を出しました。手紙ではアメリカの半導体は毎年 SMIC に50億ドルのチップを提供しているからと、SMIC を制裁にすると アメリカの半導体産業がショックを受ける世界でのシェアにも影響すると書いてありますつまり SMIC を制裁にしてほしくないんですこの半導体業界の方は SMIC を制裁してほしくないんですねさっき中国では5000社の企業が半導体の産業を 業界に参入すると言いましたが、実は99.9%が先です。政府の補助金が欲しいだけです。経営する項目を修正すればいいんです。それから地方政府と手を組んで国に申請します。このようなことがあります。国が補助金を出す。何かをやると。 地方政府が積極的にに動動きまます。す。いて自分ももポケットマネをもらいますここから大躍進の話題になりますが、1953年、ある人が文章を書きました。私は、えー、通訳しましたが、神様はいない。私が神様です。山を割ることができる。できないことはないと。これが当時のスローガンでした。 これを書いた人間は有名な小祭り書く待つ、えー、若い漢字書でありますがこの人は、えー、和歌山に行ったことあると思いますが。 彼は毛沢東に報告しました。毛出席はこれを見て素晴らしいと大好評です。この文章を全国で宣伝するようになりました。宗教が設立してから神様を否定しました。宗教を否定しました。この文章は全国の国民を洗脳しました。みんな 自分はは何でもででもききる、できなないいいことはないと思ってしまいます。1958年8月17日、中央政府は北大河で会議をしました。テーマ、目標を決めました。全国、全国民を動員して1070万トンの鉄、ステンレスを製造するようにとなりました。これで全国でステンレス、鉄を 作るようになりましたステンレスを作るのが政治的な任務でしたステンレス鉄を製造するには原材料が必要ですエネルギーが必要ですねでもこれらは考える余裕がないんですみんなやればできると信じましたできないことはないんですねではどうして1070トンを目標したでしょうか この大きな国、具体的に生産の量を決められていました。この数字は、毛主席が決めました。彼は言いました。1957年のステンレスの製造量の倍にしようと言いました。つまり、かける2でこの数字になりました。実は、毛主席は自分が言った後自信がないんです。毛主席は上海の市長と 相談しましまた。それからアンザ、マアンザ、中継、東山の市長を呼びました。これらの地域っていうのは製鉄所のエネルギーのある場所です。もう主席はみんな集めてできるかと聞きました。考える余裕もなくできると答えないとダメなんです。できないと答えると自分の力が不足だからできないと 思われてしまいますもう主席は神様です神様の話を聞かないとダメです 2ヶ月後おかしいことが起きました1958年10月人民日報が発表しました古い方法でいいから全国で鉄を作りましょうとなりました当時全国で9,000万人が製鉄作業に参加されました農民は農業をやってはいけないです山に行って鉱石を掘ることが先です 農業の収穫も禁止となりました。しかし、製鉄の方法は、えー、原始的な方法で作りました。ピザを焼くようなものをいっぱい作ります。でも、もっと大きく作ります。でも、このやり方で作られた鉄というのは 使えないんです。使う用途がないんです。エネルギーの消耗はすごかったです。各地の村に小さいボイラーを設置します。木を切ってボイラーを焚いていました。でもここで疑問はないでしょうか。 この政策を作って製鉄所の技術者、科学研究員はいないでしょうか彼らは知っているはずです。このやり方では成功するわけがないんです。常識的に不可能です。でも技術者、科学研究者はみんな知っています。でも口では反対しないんです。反対はできないんです。革命の熱い情熱に負けました。 もう主席の指示があって、すべての部署が動いていました。政府の銀行も同じです。他の業界にはお金を貸さないんです。製鉄ならお金を貸します。農業の種、肥料ならお金を貸さないんです。製鉄のことならいくら赤字でも分かっていてもお金を貸します。銀行も政府の方針に従います。 もう主席の分析は簡単でした。アメリカの当時の人口ですが1.7億人です。中国の人口は6億人でした。約3倍です。アメリカは1億トンの鉄を製造できましたと。なら中国では3億トンの鉄を製造できると言いました。我々は社会主義ですから資本主義よりも 効率がいいですとなら50年でアメリカを追い抜くと決めました。しかしこれで悲劇となりました。人類史上最大な餓死の数字となりました。農民は製鉄に行きました。科学者たちは何も言わないんです。当時家に鍋、鍵、 鉄で作られたものはすべて没収されました。みんなで鉄になるものを集めて、鉄を溶かして、鉄の塊を作りました。今の時代では笑えますが、でもこれは真実です。母親は言いました。当時家にですね、スポーンすらなかったんですと。鍋がないからご飯を作る道具がないんですね。これは、 国の方針です。みんな集めて同じ場所で食事をすることです。村に食堂がありました。そこで作っています。そこで食べることができます。しかし不公平はどうしても起きます。大食いの方はいます。小食の方もいます。餃子、嫌いな方はいます。麺好きな方はいます。大食いなのに あまり真面目に働かないんです。小食の方は不満になってきます。これで最後は崩壊となりました。これが大躍進と言います。今回はチップ、半導体の大躍進と我々は言います。周総書記は半導体を発展しようと言います。中国の最高学学、ガクガク 科学研究員のトップが言いました。アメリカに制裁を受けたものを作る。絶対にできると言いました。しかし、もうたことの時代ではないんです。アメリカの人口、中国の人口、人口っていうのは関係ないんです。できると簡単に言いますが、この40年間はどうして作らなかったでしょうか作れないからです。過去の40年間、先進国に支援、 援助をしてくれてここを落ち着いて勉強して研究していれば成長するはずなんですでもしないんです相手のポケットから盗むのっとる主義もってこい主義ですね今になって警戒されました盗めないから動き出しました当時大学進製鉄でアメリカを追い抜くことができるとみんな信じていました 先週では5000社の企業は半導体の産業に参入すると、今日はですね、1万社近くなりましたと報道されています。半導体の産業というのは簡単に参入するのはできないんです。たくさんの投資をして結果が出るか出ないか未知の世界です。もう盗むことができないですから追いかけるしかないんですね。 でも無理だと思います。これを見て中共は無茶苦茶です。以前の毛沢東時代と実にですね、変わらないんです。このことは影響が大きいです。毛沢東は現代も、この状態ですね、現代にもいます。つまり、習総書記です。このような人間はずっと現れます。たくさんの中国人は毛沢東のせいで、 被害を受けていますでも、モータトは神様のような存在です。衆創書記はモータトと同じことをやっています。でも、周りみんな賛成です。ゴマスリの人間はいっぱいいます。自分の才能をゴマスリに使いました。書くっていう人ですが、最後、悲惨的な人生になりました。自分の息子二人が 文化大革命で亡くなりました。彼は死んだ方がいい国のためです。ボンカ大学名万歳と言いましたモータコトは農民の革命家です。彼の家は地主です。彼は農業をしたことがなくても農業の状況は知っています。農業の大切さ収穫はどのぐらいできるかを知っているはずです。 さん、製鉄所の管理者も知っているはずです。村でみんなの家から集めた鉄をステンレスにするというのはできないことです。これは知っているはずです。できないと分かっていてもできると信じたでしょうかそれとも嘘だと分かって受け入れたでしょうかあるいは嘘を作ったのでしょうか何かが問題あるはずなんですね。 中国の文化、近代の文化では宗教がないのが問題です。宗教はないですが、神様と鬼は信じますよ。実用主義で困ることがあればお寺に行きます。宗教が宗教を崩壊しました。すべて実用主義にしました。 中国はある意味ルーマニアに似ています。独裁で宗教はないです。でも実はですねあの、危険なんです。宗教がある国、信者の心が広いです。人を許すのですね。もし時代が変わると、みんな静かに対応することができます。独裁者もある意味安全です。ポーランド。 東ドイツ、他の東ヨーロッパの国も同じですが、基本は反乱というのはなくて、平和的で時代が変わりました。でも、ルーマニアは以前宗教はありました。でも、崩壊されました。宗教のないところですね、独裁者の最後の結果は悲惨な結果になります。たくさんの投資をして、 チップを製造できるから政権が安定になると信じているでしょうが、バチカンとの協定で何とかなると中共は思っています。中国で時代が変わるとき、できるだけ安定で平和で変化すると願います。今日はここまでです。ありがとうございました。